こんにちは、吉谷さん。いや、さすがなんですよ、吉谷さんはね、やっぱり少ない再生数と少ないチャンネル登録の中で、ずっとね、商品売り続けているんですよね。それが論より証拠、生き残っているってことだと思うんですよ。でもやっぱりプロモーションに頼らないと売れなかったり、演出に頼らないと売れなかったりとかね、綺麗なプロダクトローンチの連続動画、これを LINE アットに登録してもらって、バシ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 セールスをしていかないといけない。なんか対談相手をハローワークで探してこないと説得力がない。こういう方ってね、どうなってるかって消えるんですよ。だからね、この動画見てる方の多くはビジネスを自分のものにしたいと思ってる方ばかりでしょうけども、これはね、本当にはっきりしてます。耐えられないかもしれませんけども、もう本当にこれしかないんですよ。それはですね、毎日一歩ずつ積み上げていくってことなんですよ。目の前の問題を全部解決するつもりで、全て、ね、一個一個やっていくことなんですよ。そうするとですね、やってる時は気づかないんですけども、私もそうですし、吉谷さんもそうですけど、振り返ったらね、よくここまでやってきたなっていう風になるんですよ。たまに振り返って、旗と我に返って自分のね、数年間とかをこう見るんですけども、人生の大半のメモリはそこにしかないんですよね。っていうのが、全ての365日24時間に1440分に思いを込めてやってるから、全てがここなんですよ。振り返った思い出って相当心を込めてやったことなのに、無意識にやったことにしかないんですよね。ですんで、少年時代のことを思い出すことはほとんどないですよね。それは無誘病者のように自動的にやってる、もしくはその場の雰囲気で流されたりとか、大して考えてないからなんですよ。まあ、もちろんほろ苦い思い出程度にはありますけども、俺はこれをやってきたぜみたいな心を込めて言えることっていうのは、確かに振り返ったらね、ここ数年のことで凝縮されていて、それ以前のことはないんですよね。で、翻ってね、皆さんの立場に置き換えてみてほしいんですよ。自分の人生を振り返った時に、いや俺はこれをやったぜ、相当頑張った、自分でも振り返ってみたらよくやったなというふうなものが、成果に結びつくほどのものがね、あるかどうかなんですよ。ここが大事ですよ。成果に結びつくほどしっかりとやったものがあるかないかなんですよ。で、ビジネスっていうのは結局商品を売りましたかっていう話なんですよ。これ以外ないんですよ。商品、あなたは売りましたか？今日は何を売るんですかって話ですよね。この問いかけにいつも答えられないとビジネスをやってるとは言えないんですよ。例えばね、代理店事業っていうのを私もまたね、一部始めたんですけども、携帯電話の代理店事業ね、これを登録する、そして登録した後ね、セールスをかけていかないんですよ。 いかないといけないんですよ。だって代理店ですからね。本社の代わりに自分が代理になって売ってあげますよっていうのが代理店事業ですよ。なのに紹介を出さない日があってもいいなんてことはないんですよ。で、この代理店事業はコミッションが入るまでに3人の紹介を絶対出さないといけないんですけども、いや3人の紹介がちょっとネックですねっていう方はもうやらない方がいいんですよね。いや3人すら紹介出す自信がないと。違うんです。100人、200人、300人、1年経ったら1万人ぐらいを当たり前に出すでっていう風な、その未来像が見えてない人は代理店事業入る場合ではないし、ビジネスそのものをやるべきではないですよね。そういう方はやっぱりね、これ差別するわけじゃないですけども、作業が適任なんですよ。作業をして1時間いくら、月給いくらっていう作業をしっかりとやってですね、で、自分の結果に関わらずお金がもらえるような、そういうものを選ぶしかないんですよね。でも私は自分の結果が自分のリターンに反映されるものしか選んでこなかったし、これからもそうでしょう、きっと。だからね、モテようと思ったらモテるための努力をする。で、それが結果に結びつくから、自分のね、好みの女性と付き合うこともできるし、ね、そういうね、下世話な例になりますけど、本当にそうですよ。だからね、自分が目いっぱい何かに向かっていこうとするときに気を抜いていいところって全くないんですよ。だからそういうところがね、なんかね、いまいちね、ただ参加するだけでなんとかなるだろうみたいな、自分なりに頑張ってるんだろうみたいなことがまあ散見されるんで、私はね、そういう方々にちょっとね言いたい。人を詐欺師呼ばれする資格はないと。お前が詐欺だというね、お前が詐欺だということですよ。お前が詐欺だぞお前が詐欺だぞいや本当にね、吉谷さんなら分かってくれると思いますんで、ここでぼやいておきました。いってらっしゃい。